おはようございます。あつしです。今日は北海道でも大阪でもなく、なんと岡山にいます。はい、実はボランティアがあったので、今日岡山に来ています。今日の岡山の天気は今雨ですね。はい、気温は26度です。さて、今日は岡山にいるので少し岡山について話します。岡山は晴れの国と呼ばれています。なぜかというと、岡山は1年間に降る雨の量がとても少ないからです。基本的には晴れの日が多い岡山ですが、今日は残念ながら雨です。はい、昨日倉敷という場所に行きました。岡山県の中にあります。岡山市の隣が倉敷市ですね。はい、そこに倉敷美観地区というものがあります。そこに行ってきました。倉敷美観地区は1642年に幕府直轄地天領となりました。難しい言葉ですね。はい、もうちょっと分かりやすく言うと、その時の政府ですね。はい、その時の政府、国が直接ですね、管理していた、直接見ていたということですね。はい、そういう場所を、直轄地と言います。今は使わないですね。昔の話です。ここに流れる倉敷川は当時運河として利用されていて、商売がとても栄えた場所でした。そしてこの町並みは戦前までの建物が今も9割残っているそうです。戦前というのは第二次世界大戦のことですね。はい、おそらく、江戸時代から数えると建て替えは何回かしているかもしれませんが、 90% ほどが昔のままのものというのはとても面白いですね。はい、日本には京都をはじめいろんな場所でこのように昔からの町並みを残している場所があります。東京のような大きな都市に行くのもいいですが、このような歴史的な場所に行くのもとても良いと思います。はい、ということで、今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。